コロナで国産金箔仏壇ブームでございます。熊本市南区奥古川町 T 様海運錦巻へ長生き仏壇ご注文いただきました。誠にありがとうございます。 金箔が吹いても剥げない国産仏壇。お仏壇の販売が転職長田後期でございます。2022年1月の20日、今日は木曜日、今ちょうど朝6時15分、朝動画でございます。今日外気一度ですね。しかし昨日ありがたいことにですね、あのこちらの海運錦巻長生き仏壇。これちょっとこれ見ていただいて、これ見てるでほら。大坂四兄弟親方。 素晴らしい巻を描いていただいておりますありがとうございますこちらをご注文いただきましたえー、2月の5日に納入でございます伝統工芸師大坂一馬様実は4兄弟でいらっしゃいます4人の兄弟の皆様がですね力を合わせてコツ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 もう70歳の人生をですねこれで一日々一この道一筋で頑張ってらっしゃいます 素晴らしいお仏壇です。そのお仏壇あの見てください、こうやって蒔絵師、蒔絵の女流蒔絵師、新進気鋭の女流蒔絵師の方がですね、クジャークの錦こ絵、全部扉にも、クジャークはですね、長老不死のモデル、不死鳥のモデルなんですよ。 金運上昇良縁商売繁盛,盛開運健康長寿の開運仏壇としてですね有名でございます縁起のいいお仏壇ですね縁起仏壇でございます 春を仏壇を買うとですね縁起がいいと言われております、これ昔からですね縁起仏壇と言われております、でやはりあの昨日来られた方も、ですねあの実は先週の熊日、実は今日ですね、熊日新聞に広告が入ってますけど、先週の熊日の広告見てきましたと言ってご注文いただきましたであの、コロナでなかなか外出もできないから仏壇場買いますって、であのやっぱり旅行とかも行ってないから、ちょっとお金も貯まりましたからという形で言っていただきました、であのやはりですね、 あのコロナの影響でしょうね、この金箔仏壇、やっぱ金箔、金というのは開運なんですよね。で、黒というのもやはりこれはもう古くから、やはりあの魔除けの意味がございます、ですから、黒と金というのは、やっぱり魔除け、失敗。 米イ退散の意味を皆さんやっぱり見出してらっしゃるんでしょうね。ですから非常に今売れております。ありがたいことでございます。あの、真心込めてですね、あの、我々、それとですね、あの、大坂4兄弟親方作っておりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。えー、コロナから国産仏壇売れてます。熊本市南区、宇治口町、T さ、奥古河町、T サバ国産仏壇、長生き仏壇、九弱、西木巻へ。 開運仏壇です。縁起仏壇。ご注文いただきました。先週の熊日新聞見たと言っていただきました。これはもう初、初春、正月のですね、縁起仏壇ですよ。 もうあの本当にですねコロナから増えておりますやはりいいものは一時期はちょっと下火だったんですけどねやっぱりいいものは帰ってくるんですよリバイバルでございます私は世話を求りますあのコロナで外出できない開運仏壇場購入しまして今高徳と息子の代は世話なしであの 二世帯住宅でですね、親子さんで、お孫さんも二人いらっしゃるということで、三世帯で暮らしていらっしゃいます。幸せなご家庭ですね。はい。で、コロナで外出できません。で、海運仏壇購入しますと。で、えー、クジャクの西木蒔絵、長寿、不死鳥の、あの、クジャクというのは長寿、不死鳥のモデルなんですよね。フェニックスの。ですから、 金運上昇、健康上昇、それに商売繁盛の開運物なんですね。まあそういう形でですね、よくこちらの孔雀錦クきへ売れております。はい、まあそういう形でですね、あの一生懸命頑張ってまいります。2月5日に納入となっております。本当に T 様ご注文ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。 はい、ここまで。この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開門無ご発展。お祈り申し上げます。